あら、早いわね。言ってなかったかしら。じゃあ手短に言うわね。地下にはもともとたくさんの工区があったんだけど、ここ数年列海の侵食が広がったせいで、多くの鉱脈で採掘ができなくなったの。私たちが行こうとしてる工区は比較的侵食されていないわ。家を食われた流浪者どもが拠点にしたほどだから。流浪者といえば大抵はおとなしいんだけど、人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたらそういう奴らは甲府たちと3日に一度やり合って彼らの物資まで奪っていく。ま、これは子供の遊びみたいなものだけど。でも今回は違った。2日前に突然甲府と流浪者の間で大規模な衝突が起きたの。それはひどいありさまだったわ。甲府は地下にとっての命綱よ。地髄の供給を保ってこそ地上と物資を引き換えられるんだから。事態を収めようとボスは遅延を甲府に駐在させて私に町の治安を任せたの。でも状況はどんどん悪化してる。私も支援に行かないと。